こんにちは。こんにちは。小原田水沙です。小原田ひろみです。イルカの時間です。ね、ちょっとイルカの見たいに行ってみようか。うんうんうん、話したけどね。うん。うん、あの時代。うん。もう何20年以上前か。もっと前、もっと前。もっと前か。うん。うん。たくさんの人がね、うん、ね、呼んでくださってね。うん、で、未だにさ。うん、あの本のおかげでっていうさ、うん、人がいるっていうのは本当に驚きなんだよね。作家冥利に尽きるよね。うん、私びっくりしたのがさ、うん、あの本をさ、うん、あれだ、草地由紀さんの、うん、由紀さんの紹介で、草地由紀さんがあのドームで、うん、あのほらイルカの映像と、うん、映像な、音の歌とでさ、うん、やった時あれどこだったっけ、幕張じゃなくて、なんかじゃなかったな、でも千葉の方だな、違う、なんかなんかモノレールみたいに乗ってたよ、なんか確か、そうだったっけ、うん、ああそうか、そしたらあのあそこだ、何だったっけ、国際展示場とか、そんなあのあれ、うん、行った時にあの本を持ってったらさ、うん、一人のね女性が、そう並べたんだよな、つくにな、うん、うん、販売じゃなくてな、そう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 、うん、一人の女性がこの本って、うん、ね、読んだことありますっつって、うん、中学校の時にね、うん、お母様が、うん、読んでた本をなんか、うん、渡して読んだって人がいたり、うん、もうどうしてもその本譲ってくださいっていう男の子が現れたり、うん、ああそうだったな、うん、うん、なんかたった一冊並べただけなのに、うん、あの広い会場でさ、そんな出会いが次々あってさ、すごい印象に残ってんだけど、そうだよな、うん、あれもそうだよ、すずちゃんだってさ、うん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 、な、彼はうつ病で大変でさ、だ、ね、もう病院入院してたんだよ、うん、その時に、まあ、娯楽室みたいなところへフラッと行ってさ、そうそうそう、で本棚があったからね、当時は本なんかもう読む気なんかな、全く慣れなかったっつったけどな、うん、ああ、あの本だけは読めたっつったね、その時にさパッとこう、うん、まあ背表紙だなあれな、うん、青にオレンジかなんかね、うんうん、でそれ取ってみたらサラサラっと読めたって、ね、そっからこうなんか変わってったっつうんだからね、うん、だからね、いやまあ正直なところ俺は別にそんなつもりで書いてるわけじゃないからさ、うん、なあ、ただこう編集者と話をしながらさ、うん、自分の思いをさ、うん、書いたんだよね、うん、書かされた本なんじゃないの、だから変化があるとかさ、うんね、何かこう意図が特にあったわけじゃない、でもなんかそういうエネルギーが乗ってた本なんだよ、そうなんだ、ね、そういうエネルギーが乗って、そのままそのエネルギーごとこうあちこちに拡散した本なんだよ、うん、そうそうそうなんだよね、だからそういう力があるっていうことよね、うん、うん、だからなんかまあ意図しながらでも広がっていく本があるかもしれないけどさ、そうだね、だからどっちかったら最近の世の中だとトラマーケティングとかなんとかってこう打ち出すっていうか作戦を練ってさ、そうそうやっていくっていうのが今は主流なのかもしれないけども、あの頃っていうかあなた自体がそうだけど、そんなそういうこう練りに練ってなんとかっていうのはなかったよね、俺はあんまり好きじゃないしね、できない、うん、できないんだよね、うんうん、好き嫌いじゃなくてできそういうことはあんまりできないんでさ、うん、まあ、あのだから本当にさそういうふうなことが起こったわけでしょ、うんうん、だからね俺改めてよ、うんうん、当時はさ手紙たくさんもらったしさ、うん、そんなに感じなかったけど今になってみると ね、 そうだね、そのもう二十何年も経ってさ、うん、ね、もう当時二十歳だった人がさ、うん、もう40過ぎて、うん、ね、子供もいて、うん、というふうな状況の中でさ、うん、なおかつそんなことをさ言ってくれるっちゅうのはね、うん、なんだろうとかって思うよね、本当ね、うん、じわじわなんかそういうのが広がってたんじゃん、そうだよね、うんうん、あだからああいう本当にああいういいタイミングでいい本を書かせてもらったし、うん、やっぱり一つの俺の持ち味っていうのがね、うん、あそこにあるんだなっていうのを ね、 そうね、改めて本当思ったよね、うんうん、だから特に今の時代さ、こうもう不安が広がってるわけよな、うんうん、あの時はまあねとはまたもっと違う強烈なことが起こってるわけだからさ、うん、いややっぱりちょっともう一回自分の感覚っていうかね、うんうん、見直す必要があるなと思う、そうね、うん、あれは価値があるね、発信する価値があるっていうのはね改めて俺思ったね、うんうんうん、本当そうだね、うん、いやだから何なんだろうこう、いやもちろんそれはね、例えば、まあ、テレビだってそう狙ってやったとか、うん、映画とか音楽とかもこう狙ってバーンと当たるっていうのも、うん、まあそれはありだと思うけど、うん、なんか気がついたらこう
よくあるじゃん、音楽だったら合唱曲かなんかでさ、うん、なんか気がついたら日本全国の学校で卒業式に歌われてたとかさ、本人たちはそのつもりじゃなくて、うんね、ただ今自分たちの教え子にために歌を作ったのに、うん、気がついたら日本全国の卒業式で歌われてたとかっていう、ああいう流れだよね。そうなんだよね、多分あなたの流れっていうのはね。そうそう、うん、さ、キエが進めてくれてさ、うん、あの奇跡っていうのを見たんだよね、あのグリーンのグリーンな、うんうん、で俺あんまり音楽聴かないからさ、うんうん、あのグリーンは前から聞いたよ、うん、いいなと思って聞いてたけどさ、うん、あの面白い物語でな、うん、あいつらあのあれ歯科大学へな、うんうん、なんか二郎だかさ行ってんだよね、うんうん、でその仲間で、うん、グループ作ったんだけどさ、うん、であいつらはもう要するに趣味なわけよ、歯医者になるんだからっつって、うん、ね、うん、で趣味で歌歌って、うん、でその兄貴がいるんだけど、うんうんうん、兄貴は本気になって、うんね、うん、歌をやってるわけよ、うん、父親とも大喧嘩しながらな、うん、家飛び出してな、うん、でも兄貴はもう全然こうそっちから目が出ないのよ。そうだね、ただ兄貴はその弟たちが趣味で楽しそうにやってるのを見て、うん、あるいはその歌を聞いてさ、うん、これいいんじゃないっつって、うん、自分をこうまあ言ってみれば喧嘩したさ、うんね、音楽が会社のさ、うん、そのプロデューサーとさ、うん、そこで頭下げてさ、うん、ちょっと聞いてくれっつって、うん、それでその兄貴はさ、うん、その弟たちのグループをデビューさせるわけ。だからまあ裏方に回ってってことだよね。そうそうそう、今まで表舞台を一生懸命目指してて、そうだったのが、ね、今度はまあプロデューサーというか、まあかっこいい、うん、ね、聞こえばいいけども裏方だよね。そう、自分も出てない。そう、うん、でもね、その時に彼が言うのはね、うん、やっぱり人には役割があって、うんうんうん、そのがむしゃらに頑張ってどうのこうじゃなくって、うん、その役割をやっていくことがね、うん、大事なことなんだって、うん、いう風なね、うん、ことで俺は裏方に回ることにしたっつってさ、うん、友達に一緒に音楽目指した友達にさ、うん、言うわけだけどさ、うんうん、そこからどん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 こう弟たちはそう弟たちを植えてくれ、うんうん、もう、うん、あの奇跡が出てさ、うん、あれはトップなんちゃうの、うん、オリコンのね、うん、そんな風な物語でさ、うん、だから別に何が何でも音楽やりたいっていう、うん、彼らはそうじゃないんだよ、うんうんうん、だけども何かそっちにこう導かれていく何かが、ね、うんうん、あったりする、うん、そういう力っていうのはね、うん、ああいうアーティストだけじゃなくてさ、うん、一般普通の人たち、うん、絶対あるはずなんだよ。そうだね、うん、それは間違いない。そうだから何か本当俺あの時からね、うん、そのイルカみたいに生きてみようからずっと思ったのは、うん、要するに川の流れに、うん、ね、あの大きな川にこうプカプカ浮いてる葉っぱみたいなもんだと、うん、人間ってのはね、うんうん、だから逆らわずに浮いてれば、うん、いいとこへ連れてまいるんだよって、うん、いうとこなのよ、うん、だからそれを下手になんか泳ごうとするわけよ、うん、ね、あちょっと方向違うから、うん、って言って流れに逆らってさ、うん、ね、上流に向かって泳いだりするわけよ、うん、あしんどいじゃんそんなのな。で変に岸まで岸に泳ごうとしてさ、うん、なんか石ころに引っかかってさ、うん、動けなくなるとかさ、うん、だからなんとなくこうプカーッと浮いてればさ、うん、ね、ちっちゃな川から、うん、ね、大きな川に出て、うん、でやがてはさ大きな海に行くわけだからさ、うん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 、だからそういうのはねあの時のイメージではあるよね、うんうん、そう、だから、そうだね、うん、だからさそのだからなんだろう、私はさ思うのは、うん、もうちょっと流されていくのは間違いないの、うん、だからそれは多分人生に例えれば、うん、もう私たちは絶対なんか自分で生きてるみたいな思ってる人いるかもしれないけど、うん、流されてるというかさ、うん、お釈迦様の手のひらみたいなもんなんだよね、うん、だそこでこう今素直に流されるべきなのか、うん、いやって踏ん張るべきなのかみたいな、うん、だから向かい風なのか、まあ、流れよりも勝つのが例えやすいんだけど、うん、向かい風が来てるのか、うん、追い風が来てるのか、うん、そこをね特に今の若い人は掴みにくいと思う、うん、なんかもうどうせみたいなこう諦め、それ諦めだったり、うん、いろんな周りの価値観に左右されてるからさ、うんうん、特にやっぱりどうせ俺たちの世代はみたいな、なんだろう、うん、あんたたちはいいよねバブル経験してるけど俺たちは違うからみたいな、うん、そんなんでこうなんか表に出ないようななんかそういう習慣っていうかさ、なんかそういうのになんか陥っちゃってるっていうかさ、うんうん、それもあるけどね、その奇跡の中でね、うん、父親は優秀な外科医なわけよ、うんうん、心臓外科でね、うん、で一生懸命働いてで子供たちも医者にしたいという強い思いがあって、うんうん、子供たちのために一生懸命働いてる、うん、だそれを見てるその主人公さ、うん、彼はさ、うん、やっぱり本当にそんな 親一生懸命やってくれてんだって、うんね、その期待に応えようとするの何が悪いんだっていうふうなことで葛藤するわけよ、うんうん、自分は音楽やりたいんだよ、うんね、うん、でも
親の期待にも応えたいっていうのがあるわけ、うんうんうん、そういう葛藤があるわけよ、うん、だからそれはね今誰しもあると思うんだよね、うん、反発だったり葛藤だったり、ねうん、期待に応えたいっていう思いだったりもういろんなのがある、それは親関係ってすごくあると思うんだよね、うん、そうだからその中でやっぱりねやりたいことってなんだろうっていうことをね、うん、探してみるって大事だと、正直にね本当に、うんうんうん、そう安定したいからとかそういうことじゃなくて何かこうあるよ、うんうん、そういうものがね俺大事な気が こういう時だからあると思う、うんうん、正直になるって難しいよね、そう安定しよう、安定しようったって安定できないんだから今これはもう、うん、もうそれはできないと思った方がいい、そうね、うん、そうするともうチャンスな、逆に言えばもう最高のチャンスもらってるね、最高のチャンスなんで、こうやってもうさ、うん、親も何も知らないんだからこういう時代は、うん、だからとやかくもう言えないんだから、うんそうだね、な経験があるって経験なんかないだろうって言えばいいんだから、そうかもしれないね、な、うん、そういう時代だよ、うん、な、いい感じでいきないと、そうですね、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。